鬼神復活のため渋瀬に忍び寄る魔女メデューサの陰謀、物語がクライマックスへ。行きよソウル、うん、タッチペン共鳴アクション。十字キーでキャラクターを操作しフィールドを移動するの。タッチペンで敵を攻撃、軌道を描いて連続コンボを繰り出せ。ん、このアイコン、キャラクターセーブシステム、状況に応じてキャラを使い分けるの。マガマで投げ払え、マカ&ソウル。変幻自在の武器攻撃で敵を翻弄、ブラックスター&ツバキ。遠くの敵もクールに攻撃、イチョウマ拳銃も使えて、キッド&トンプソン姉妹。3組の特徴を生かして迫り来るメデューサの陰謀に立ち向かえ。魂の共鳴システム、武器と職人は2人で1つ。ゲージを貯めて必殺技を出せ、行くぞバカ魔女狩り。シルセンから与えられる課題をクリアして物語は進むの。通信で友達と協力したり、ステージ上に散らばるカードをゲットしたり、これでまた男のクール度が上がるってもいいや。姿形は問題じゃねえ、問題なのは魂さ。お前の魂いただくよ。任天堂 DS 用ソフトソウルイーター、メデューサの陰謀、10月23日発売予定。予約特典はキッド君のスケートボード型キーチェーン。クールだぜ。